あの偉そうにしているライデン将軍を倒したんだって。うん、彼女は影武者をやっていた頃から究極の武道を追い求めていた。だから今きっといろんな理由を駆使して君を稽古に誘うだろうね。よし、じゃあこっそり君に彼女の弱点を教えてあげよう。ちょっと耳貸して。それはね、スイーツだよ。すべての意志は時によって磨かれる。彼女は信念のためならば自らのすべてを捧げることさえ厭わない。だからこそここまで歩んでこられたのかもしれない。機会があれば俺も彼女がすべてを費やした永遠を見てみたいものだ。